はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。フローリストの紙面上では、もうついにですね、年を越して1月号ですね。まあ、ただ皆さん、これをご覧になっている皆さんはまだ12月の上旬ですかね、になると思います。今回は、予告通りですね、竹の器の作り方、まあ、簡単なね、竹の器の作り方と、その竹の器に、刺したですね、アレンジメント、まあ、ちょっとお正月っぽく松なんか使ったりしようとは思ってますが、そういうアレンジメントを制作しようと思います。今回使うのはね、この竹ですね。この竹に、この竹を使って、この竹を器にして、アレンジメントを作品をですね、制作していきます。こう、まあ、簡単にね、手軽にこう器、竹の器が作れますので、そのあたりをしっかりご覧になっていただけると、これからね、まあ、一月後には本当に新年が控えてますから、そういう時に役立てていただけるんではないかと思います。ではですね、早速器作りからですね、始めてみましょう。どうぞ。はい、では竹の器を制作していきます。まずこういう竹がありますね。でこの竹をですね、こう横に使うのか、こう縦に使うのか、これによってこの器としての形とかね、切り口とか、これが加工の仕方ですね、が変わってきます。今回はこう縦にしたね、形で制作をしていってみたいと思います。ではですね、この竹にどう加工していくのかをお見せします。どうぞ。はい、ではですね、この竹を加工して器にする場合、まあ、縦の場合ですね、どこが一番最初重要なポイントかというと、このように竹をまっすぐ下を切ってね、まっすぐ立たせることが最重要課題となりますね。でですね、まあ、これがまっすぐ立たないとやっぱりこう何ですか、バランスが悪くなってしまうので、よりこう倒れやすい作品になってしまいますね。でまあ、まっすぐにしても、もし重たい花材をね、これに刺していくんであれば、下にですね、こう木のね、台なんかをつけると、こうしっかりとこの竹が立つ器になりますので、よく覚えておいてください。最初ね、やっぱこの下を切るときにこうノコギリの、切り方どうしても曲がってしまうことが多いんですが、まあ、ちょっとの曲がりだったらですね、この下にチップを、竹のチップとか、木のこう破片なんかを入れることによって修正することができます。まあ、そういうことも覚えておいてください。ではですね、実際にこの竹を使ってこれからこのお花をね、生けていきます。その時にですね、まあ、こう全体を見てですね、どの辺にこうお花があったらいいかっていうのをまず頭で考えるんですね。で実際、まあ、今回はですね、まあ、この辺、この辺ですね、この辺と、まあ、あと下の方にちょこっとね、こうお花を入れて仕上げていきたいと思います。ではですね、次にこの竹に穴を開ける方法をこれからお教えします。どうぞ。はい、では竹に穴を開けていきます。まあ、先ほどね、こう竹を立てた状態で、もしね、こう不安でしたらね、まあ、マジックなんかでこう開口する部分をですね、マジックで書いておくと、まあ、間違いがなく竹が出ると思います。まあ、今回はですね、まあ、大体こう僕は覚えてますので、この辺りに穴を開けていきたいと思います。まず最初はこのノコギリでね、横に竹を切っていきますね。そしたらこれと同じよう、同じ位置にですね、まあ、同じ位置というかこう平行にずらした位置に、もう一個同じ長さの穴を、穴というかノコギリのこの切り口をつけます。
その時にですね、ここ見えますかね、ここ1本目のノコの歯があります。ノコの切り口がありますね。でここに2本目のノコの切り口があります。でここの点とここの点ですね、これがこうまっすぐ同じ位置になるように切り口をつけます。そしてこの反対側ですね、この位置とこの位置とこの位置ですね、がまた平行になるように、まあ、まっすぐ垂直になるように、まっすぐの線になるようにこう縫うところまで切り口を入れます。ここが重要なポイントですので、よく覚えておいてください。はい、じゃあ金槌でこの切り込みを入れたところにですね、今度は金槌で叩いていきます。ここマイナスドライバーで、この一番端っこのところにですね、マイナスドライバーを当てて金槌で叩きます。これと同じ要領で、他にもね、フォームを詰めたいところに穴を開けて、ここにフォームを詰めていきます。はい、ではですね、こちらですね、ここの部分とこの部分ですねにフォームをセットしました。ではですね、こちらの器にこれからアレンジをしていきたいと思います。はい、それではまず花材紹介から行います。グリーンのスプレーマム、このブラウンのスプレーマム、ピンクのピンポンマムです。手まり草です。アンスリウムです。オブリザタムです。松。はい、ではこれからアレンジを始めていきます。まずはですね、この松ですね、松をこの竹の器に刺して、ある程度のこう全体のね、形というかフォルムを決めていきます。こちらで松が刺し終わりました。これであらかたこう動きがついていますね。でここから今度色付けをしていきます。ではですね、この竹の筒の器の一番上の部分ですね、にこうちょっとね、上の方にグリーンを見せると、こうかっこよくなりますので、その中にこの手まり草をね、一輪だけ入れます。この部分の上に少しだけグリーンが見えるとかっこいいので、このように手まり草を入れます。その時にこの中にセットするフォームがこう高すぎるとですね、この中を少しこう見せることができなくなってしまうんですね。もっといっぱい出てきちゃいます、手まり草。それはかっこ悪いので、でフォームはもう下の方にこうセットして、中にこう押し込むような感じで頭だけを少し見せるようにしていきます。はい、では次にこのアンスリウムをアレンジに刺していきます。
はい、では次ですね、このブラウンのスプレー軸とですね、グリーンのスプレー軸、こちらをですね、アレンジに入れていきます。もうこのようにね、パーツに分けてしまって刺すと刺しやすいので、短いパーツにして刺していきましょう。でここに先ほどのね、まあ、刺している開口部がありますね。こちらの中を埋めるような感じでこのスプレー軸はスプレーマムは刺していきます。で割とこの茶色は茶色、ブラウンはブラウンですね、ブラウンはブラウン、グリーンはグリーン、でこのようにちょっとまとめて刺していきます。はい、こちらでスプレーマムのグリーンとブラウン系ですねを入れ終わりました。ちょっとねこう細かいので寄ってみましょうか。細かい部署ですのでね、このように入ってますね。はい、では次にですね、このピンクのピンポン菊ですね、ピンポンマムをアレンジに入れていきます。はい、こちらでピンクのピンポンマムが入りました。こうピンク系のね、淡いピンク系が入ってくると少しこうね、柔らかいイメージになるのが分かりますか。はい、では次にこの送り座頭を入れてこのアレンジメントは完成となります。オグリザタムは、このようにちょっとね、軽いしなやかなラインをつけることができますの で、このアレンジ全体にですね、柔らかい雰囲気を出すことができます。またこれ薄いね、黄色なんで、グリーン色なんで、ちょっとね、こういうグリーン系とかね、このアレンジが華やかさをね、することができます。はい、このグリーンザタムを入れてこちらのアレンジメントはこれ全て完成です。ではですね、ちょっとこうカメラで寄って近くに寄ってアレンジ全体を見てみましょう。どうぞ。皆さん、1月号のアレンジメントはいかがだったでしょうか。この竹の器を使うというのはですね、結構正月なんかには有効なアイテムになります。竹の器はですね、もうそれだけでこうお正月のイメージもありますし、手軽にこう作ることができますね。加工することができる、壺なんか焼くのは大変ですけど、竹の器を加工して竹を加工して竹の器を作ることは結構容易にできますので、ぜひ実践をしてみてください。ではですね、これで今月号のアレンジメントを終了いたします。このフラワー TV ではですね、皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録は、こちらですね、こちらをクリックしていただくか、もしくはですね、スマホの方はこの右上か左上のどちらかにチャンネル登録のボタンがございますので、そちらより登録をお願いいたします。ではですね、今月の1月号の、アレンジメントをこれで終了したいと思います。
また来月お会いしましょう。 See you next time!